はい、みなさんこんにちは。ホゲマ編集部の堀内です。はい、本日はですね、こちらじゃあサムズボードやっていきたいと思います。今回は、灼熱の山、こちらですね、挑戦してみたいと思います。カルラが待ち受けているステージですね。はい、それでは開封。で、今回のパーティーはですね、僕がよく使っているユーベンスをリーダーにして、ベネディクト、ランスロット、バルナですね。なるべくスキルダメージで最後、ボスのカルラを削り切ってしまうっていう作戦です。で、道中の敵が意外と強いんです。なので、まあ、油断しないように、特にですね、このハリネズみたいなやつ、ちょっと名前忘れちゃったんですけど、こいつがですね、対空攻撃持ってるんで、今回で言うと、僕のやつだとベネディクトですね。ベネディクトとかは飛行タイプなので、ちょっと相性良くないかなと思います。だ、今回のパーティーだと防御アップを持ってるキャラクターをすごいいっぱい連れてきてるので、これどうしような。まあ、でっか、防御アップを持ってるキャラクターを2つ持ってるので、まあ、なるべくこういう風に固めてしまえば結構ダメージが減ります。で、なるべくユーベンスはボス戦までしっかり守りきりたいので、いいぞ、いい調子だ。食らうな、結構あの攻撃で。ランスロットのスキルは相手にすごくいいので、溜まっちゃったらガンガン打っていきたいと思います。あいつ下まで来るかな。あ、さそう。これ、他の方にガンガン使っちゃって大丈夫だと思います。寄ってきたところを9コンボ稼ぐと思ったら6、あ、そうか、バルナが逃げれないのか。まあ、たまんなくても次のステージとかでも大丈夫だと思います。まあ、で、しっかり過去撃破していくのがいいですね。まあ、でもほとんど多分今までやってたようなステージとやることは変わらないので、どうしようかな、これコンボ組まれちゃうかな。回復すればいいか。で、こういう風にばらけた状態が一番、うわ、11コンボ、これやばいかもしれない。あー、でもそんなだったな。しっかり組んで倒しにいっちゃいましょう。さっきユーベンスが6コンボぐらいでもう鬼のようにダメージを食らっちゃったので、あ、やばい、大丈夫かな。うわ、めっちゃ食らう。さすがに12コンボ組めばやっつけれるはず、同じ量食ってるし。で、バルナの回復はもう次なのですぐ使います。 50% 回復なんで回転率は結構いい方なので、あ、どうしような、倒せちゃったんだったらまだいくか、まだいいということにしておきましょう。スタンしない、いや、します、回復します。次、開幕でボス戦なんですけど、ボス戦のカルラはHP が 99% 以下になると、まあ、多分つまり何かしらの攻撃を受けると、カルラの周囲に対してなんかすごい大ダメージの攻撃をやってくるので、先制攻撃はなるべくなんか遠距離からスキルを当てると、これですね、フットベー、これは結構力強いんで、遠距離からスキルを当てられるキャラがいるんであれば、そのキャラクターをうまく使った方がいいなと思います。で、なるべくさらにですね、カルラを左上の状態に固定できればなお良しですね。あんまり無理にコンボ組まず、相手のスキルを見ながら、こう相手のスキルが来たら、まあ避けつつで、なおかつ左上に封印しつつ で、スタン取ったらもうスキルを全力でぶっぱしに行けばいけるんじゃないかなと思っております。まあ、こういう風にスキルが来ちゃったら一回逃げます。もう最悪6コンボでもいいので、しっかり逃げて、
コンボ組まなかったら最悪大丈夫です。このスキルをダメージを受けないと。でさらにですね、一方向なんていうんですかね、右なら右、左なら左とか方向が結構決まってるので、あのカルラの攻撃がなるべく同じ方向に2体のモンスターを並べないようにした方がいいと思います。あとはスタン取るだけ。さあしっかり取ってちょうどいい。これは大丈夫かな。よし来た、チャンス。まあ並べない方がいいって言ったんですけど、まあ、スタンが取れるんだったら結構攻めてもいいと思います。いけ。でポイント、これがうわやばい、これめっちゃ暗いやつ。ギャー。でポイントになるのは、相手が 10% 以下になると、 HP が 10% 以下になると、なんか全体にめちゃくちゃ攻撃力の攻撃を放ってくるんで、それをやられる前に倒したいことですね。というか 10% になりそうになったらもう一気に削り切りたいですね。あ、これ多分スタンかけるだな。これはいける気がする。次で多分ユーベンスのスキルも使えるんで、ユーベンスを使ってベネディクトのダメージ上げつつ、ランスロットの攻撃も放てれば、ただ HP が若干減っちゃってるんでそこが心配。さあ勝負。おしゃー、こんな感じでいければいいかなと思っております。ポイントになるのは最後は削り切るところですね。相手をスタンしてスキルダメージを削り切っちゃうのがいいかなと思います。はい、といった感じです。まあ、カルラ自体もね結構まあ優秀なスキルを持ってるので、まあまあぜひチャンスがある人は挑戦してみるといいかなと思います。はい、今回の動画は以上です。それでは皆さん、また別の動画で。バイビー。